2021年1月30日、土曜日でございます。お送りしておりますのは、これはね、2014年、12月7日に、リリースいたしました、ケイクマガワの2枚目の音源ですね。2014年、ペインキラー、EP のタイトルが EP2、PNKLLR から、タイトルトラックでございます。ペインキラーをお送りしております。2014年、そうですね、2011年に、ケイクマガワとしてソロ活動を開始して、なんだかんだね、1枚目、前回の放送でね、こういう昔のアーカイブを聞きながら、ぐだぐだしゃべるという、憎しみレコーズアーカイブを振り返る、ケイクマガワ10周年記念企画を、開始いたしまして、で、本日は、第2作目 EP2 の PNKLLRをお送りしております。この1曲目のペインキラーという曲は、これはいつ頃書いたのか、そうですね、今聞くともうちょっとこうね、録音の技術的な問題、もうちょっとこうしたかったみたいなのが出てきますね。サニー、1枚目のね、サニーの方はね、なんだかんだまあ初めてでこう宿泊しながら、右往左往しながら撮った、で、最初のミックスはね、声が小さく、レベルが小さくて聞き取りづらいっていう指摘を受けたりしながら、ちょっとミックスし直したりとかって、やって、でこの2作目、この PNKLLR、 ちょっと言いにくいのでペインキラーと言わせていただきます。このペインキラーはね、録音状態が、この曲ね、もうちょっとドラムをうまく取りたかったな。いい曲で、そうそう、だからね、これ近年はもうずっと何年も前からね、この曲はペインキラーっていう曲なんですよ。で今俺ライブでやってるのはペインキラーブルースで、これはタイトルが変わってるんじゃなくて、歌詞が同じで曲が違うんですよね。これ聞いてもらうと分かると思うんですけど、こっちはこうね、
が、違っております。なぜそうしたのかっていうのは、うん、なんか当時の自分なりに考えて今のような形、ペインキラーブルースっていう形になったんですよ、うん、でね、近作、昨年末にリリースした、プライベートカーセックスというアルバムにもそのペインキラーブルース、うん、というのでね2曲目に、収録してるんですけど、ね、今回この PNKLLR、ペインキラー EP2 のオーディオコメンタリーをこうやって喋、らせていただく、うん、にあたってね一回聞いてみたんですよ、この音源をね久しぶりに。だから、うん、あ、こっちペインキラーのバージョン、これはこれでいいですねと思いました。うん、何らかの形でね、いいドラマ、いいドラムス、いいバンドとこのバージョンのペインキラーをいつかね録音できたらいいなぁなんだと思いました。でね、前回の第1回目のねこの振り返る、オーディオコメンタリーのシリーズで EP1 サニーをお送りしたんですけど、やっぱねこう何も原稿などを書かずに、メモを取らずにつらつらと音源を聞きながら喋っているといい、なんだろうね、後から言い漏らしたこととか、あ、こういうこともあったなとか、ございますね。サニーについてはね、前作のサニーについてはジャケットとかデザイン周りのこと何も、お話しするしてなかったです。あれはね EP1 はねあのケース持ってある方が今どのくらいあるのかね、あの紙ケースを確かネット通販で買って無地のね、うん、でそれにあのジャケット、サイトの方のね、ディスコグラフィーでジャケットは見ることができるんですけど、すごくシンプルなね、あの茶色のボール紙みたいな紙ケースに、黒い太陽が書いてあるんですけど、あれは印刷じゃなくて一つ一つゴム印を彫って作ったスタンプを押してるんですよ。でそのゴムもねゴムマット買ってきて、あれ確かね茶碗かなんかのね茶碗かなんかで丸くマジックでゴム板にね型を取って丸くくり抜いて、でその丸にこう彫刻刀でゴリゴリと、コロナを彫りましたね、でまあパッと見太陽、反転した太陽なんだけどもミラーボールのようにも見えるっていうような、でミラーボールに見えた結果、ね、ニール・ヤングのパクリになっているようなっていう、サニーはそういうジャケットでございます。で2作目、今回のこのペインキラー PNKLL バーン LLLR は、当時俺が住んでおった部屋ですね、これは。はい、あのね、そう散らかってる様をまんま撮った写真を、表紙と裏表紙になるように折り曲げて使ってるんですね。もう曲が変わっとる。1曲目のペインキラーが終わって今2曲目、これがですね、タイトル死んだ水牛の群れを待ちながらっていう、曲になってまして、なぜこうずっとダラダラ喋ってたかっていうと、この曲がね、21分ぐらいある、うん、こんな、うん、
何でしょう、こういうことがやりたかったでございますね、ものすごく、うん、こういうものが作りたかったんです、この時。だからペインキラーっていう曲が入った音源を作りたくて、でそれを曲数が少ないけどすんげえ長いっていう音源にしたかった。なのでこのペインキラーっていう EP、 PNKLLR っていう EP は、1曲目にさっきのペインキラーっていう曲、タイトルトラックが入ってて、2曲目にこの死んだ水牛の群れを待ちながらっていう、その20分を超える、曲がサウンドコラージュのようなものですね、入っていて、で3曲目には、ギター1本だけで歌ってるアダムスキーのスローバージョンが入ってると、はい、でこの死んだ水牛の群れを待ちながらっていうトラックに関しては、うん、ここでずっと言って出るね、詩の朗読みたいなのは、これはねこの時期書いた、秘密の町という曲の歌詞を朗読してます。うん、でこの秘密の町という曲は、後に、2019年ですかね、かのようにという曲と秘密の町という曲で、両 A 面のシングルとして、後にね、そっちの秘密の街っていうこの、ね、曲の歌詞を使った本のバージョンの曲もリリースしましたね、後にね。この当時思っていることをガッと詰め込んだような歌詞だったので、気に入ってここで使っているという、うん、でサウンドはもうね聞いたまんま、これはスーサイドですね、はい、すいません。当時2014年、うん、という年は、この時期というのはとにかくね、当時その音楽活動をこの福岡の街でやるという時に、とにかくナジオくん、うん、ナジオという男、今ねずっとそのシンガーソングライターギタリスト、シンガーなミュージシャンアーティストな、なんて呼べばいいんでしょうか、ナジオ君という人がいまして、その人にものすごくこれは世話になっててですね、もうこの人がいなかったら、うん、なかなか、うん、今の俺のような、うん、音楽活動というのはできてなかったと、はい、思います。うん、そうですね、どういう、そうですね、ナジオ君っていうのは田舎が一緒なんです。うん、俺生まれた町唐津っていう町で、そこのだから音楽の先輩にあたるんですけどもね、とにかくこっちに来てからも福岡でやるようになってからすごくお世話になりまして、でまたね、それとは別にしても、その、うん、俺は多分この街でナンバーワンのソングライターだと思っているので、ナジオ君のことを、学ぶというか、パクるというか、肩越しにいろんなものを見させていただくっていう機会を、この頃、たくさん持てたのは、ちょっととても財産になっておりますね。あざす、うん、どうですね、だから何でしょうね、チューブランコのギタリストだったって言えば通りがいいのか、ね、ジャパイル、何でしょうね、今は無限座という名前で活動されておりますね、その方の影響の一つとして、ね、ナジオ君がすげえアランベガが、スーサイドのね、アランベガが好きだっていうんで、いろいろ貸してもら、教えてもらったりしながら聴いてたんですね。うん。で、それを俺、このまま、そのままやっちゃうから、こういう風になっちゃうっていうね。ありがとうございます。これ、死んだ水牛の群れを待ちながらという曲が今、流れております。この曲は長いんでね、この曲の間に喋ろうと思ってたんですよ。だらだら、酒飲みながらよろしくお願いします。
からこのジャケットは、うん、あ、そうそう、これに触れようと、そのね、ジャケットのね、裏面、裏表紙っていうのかしらね、ジャケットの裏側にね、なんかこれ文字をね、わざわざ入れてるのね、見てたら、うん、で、そこにね、こういうふうに書いてあります。インタビューを切り取ったような文面がちょっとだけメモしてあるんですね、ジャケットの裏側に。自分が天才なのだと何歳頃気づきましたか。それに対してこう答えてますね、7歳くらいだと思うと。ああ、人とは違うんだなと自覚したのは、それからそれが勘違いだと気づくまで30年かかったよという、ジョークが書いてありますね。現場からは以上です。この頃だから、まあ、ほぼ、この頃いくつだ俺、7歳で30年って書いて37ぐらいなのかな、この頃。ね、いろいろありますね。はい、このペインキラーは2作目のこれの音源なんですけど、当時ね、これ販売してないんですね。ああ、そうだったかと思って。もう2作目でこれ、そうですね、ジャケットの裏面にも、非売品って書いてありますね。だから当時からその、なんでしょう、ライブ会場で、無料配布するための音源を作ったりみたいなことはずっとやりたかったことで、それを試みておりますね。はい、そっか、もうこれもね、そうそう、話あっちこっち言って申し訳ないですけど、前回ね、前回の放送でその少女版、最初に作った EP1 サニーについてのこう当時の思い出なんかつらつら、ね、語りながら、その辺もね、もう記憶が、当時の記憶が曖昧なもんだから、今でさえね、10年前の近く前のことをこう記憶を手繰り寄せながら、音源を聞きながら喋るっていうのが、ああ、資料がないとなかなか厳しいんだなと、痛感したっすよ、前回ね。で、それで思ったんですけど、ということですよ、これも本当、いよいよこっから先本当に思い出せなくなるんだろうなと思って、なんでこの、ね、活動10周年を記念して始めた今回のこのオーディオコメンタリーのシリーズというのはね、俺のような、ミュージシャン、アーティストにとってはこれもう本当にね、記録がなくなっていくのでね、まあ、誰しもそうだと思いますけど、で特にちゃんとプレスした CG も作ってないから、本当にそのね、これこの先ね、いつかね有用な資料になるんじゃないでしょうか。よろしくお願いします。だからもうね、そう、今回もね、ちょっとこれ聞きながらでいろいろね、覚えてることはここに吹き込んでおこうと思って、はい、ジャケット開いていくとね、最初にあるタイトルがあって、PNKLLR ケイクマガワって表記があって、ここに写ってる写真はこれ、まだ実家にいる頃の写真だわ、これ、が使われていますね。これハロウィンで友達とパーティーを俺の実家でやって、その時に化粧した時の写真を最初にあつらっておりますね、これね。それからね、そうそう、間に入っている何枚か写真見づらい、何を写しているのかよくわからない写真とかあるんですけど、この辺りもね、解説しておくとね、この上は俺の実家を車で前を通り過ぎながら窓から撮った写真と、
それから、生まれた町にある、松原の写真と、それも車の車窓から撮ってますね。うん、そういうものを使っておりますね。そう、これは、うん、なるほど。これはね、そのタイトルトラックのペインキラーというのと関係しておりまして、まあそのね、そうですね、ペインキラーっていう曲は一応ラブソングのように聞こえるような、作り方をしていますけども、実際のところ対象となっておるというか、核にあたって曲をね、核にあたって念頭にあったのはやっぱりその、 あの両親のことなんだったんですね。で、俺はそのもう両親をかなり早い時期にでね、2人とももう他界しておりますまして、うん、でそこからね、逃げるようにして町を出て、こっち福岡に越してきてね、うん、逃げるようにしてとか逃げてきたんですね、うん、死んでしまうと思ったから、でそういうことってもうね、今となってはもう昔の話でございますけどもね、当時はまあ本当に、なんじゃかんだ大変だったですよね、自分なりにね、なのでそのいうことにきちんと向き合った曲を書かねばならないと当時思ったんだと思います、うん、でそれをきっちり形にしたいと、うん、思って、そのためにはこういう写真をちゃんと入れなくちゃいけないと思ったんだと思います、うん、ですね。曲の方はまだ死んだ水牛の群れを待ちながらが続いております。なかなか来ないんですね、いいんじゃないでしょうか。飛ばすと、うん、あと5分ぐらいのこの曲、まあはい、聞きながらのんびりやりましょう、はい、そういうものを作ったなということなんですね、うん、そうそう。でね、そして最後に入っているアダムスキーという曲、これはね、多分この PNKLLR この音源を作った頃に書いたんですね、この曲、うん、でとにかく入れたかっただと思います。この曲は結構自分にとって、特別扱いしている曲でございまして、もう長いことライブでもやっています、うん、アダムスキーはね、うん、そうですね、この曲もなかなか、これ書くの結構大変だったですね、歌詞が、このそうですね、この曲アダムスキーはあれを書くにあたって、聖書を すごく読みましたね、あとこの頃やった、ライブイベントの、ポスターを作るために撮った写真なんかも中に入ってますね、うん、痩せてますね、この辺り、そっか、でもこの辺りの話ってさ、これ音源紙の媒体で持ってる人しか中の感じって分かんないじゃんね、ね、中の歌詞カードとかのインナースリーブの写真ってネットで見ようがないもんね。なんかその辺もそのうち丸々ダウンロードできるようにするといいですよね。うん、もう再生産しないんであればね。うん。あ、そ
そうだった。この曲、こっからね、一部、この頃書いた金玉節っていう曲が、はい、今、途中でこれ挟んでるんですね、これね。いいですね。うん、ほっこりしますね。そうそう。この曲ね、当時住んでたアパートで撮ったんですよ、全部。だから、ねえ、大変ですよね。はい、時効にしてください。すいませんと。あれ、もう金玉節終わっちゃった？終わったのかな。金玉二つって言ってた俺。大丈夫なのかな、こういう感じ。オーディオコメンタリー、オーディオコメンタリーだよねこれね。いいんじゃないでしょうか。そうそう、前回に引き続きこの音源も YouTube このチャンネルでね、憎しみレコードアーカイブスとして、音源丸ごと、一つの動画にまとめてアップしているんで、はい、もしよかったら聞いてみてください。そうだ、いわゆる概要欄にリンクを貼っておりますというやつですね。はい、前回の3人のやつもそのようにしております。はい、というわけでね、ケイ・クマガワが2014年にリリースいたしました。EP2 PNKLLR ペンキラーをお届けしたでございますよ。はい。で、3曲目、最後のね、アダムスキーオルタネイティブバージョン、これを聴きながらお別れという感じで、なんとか、なんとか、アダムスキー、アダムスキー、いやー、さす、おやすみなさい。ケイ・クマガワでございました。Good.
また開いて、その手を上に、カゴの中の鳥は you know。